けどが本音を暴露、猛烈な重圧に悩まされる。チェルシーに所属するエクアドル代表 MF モイセス・カイセドが移籍した際に、ブライトンに払われた英国史上最高額1億1500万ポンド212億円の移籍金のプレッシャーに苦しんでいたことを、チェルシーの公式メディアに明かした。私は自分ができる最高のサッカーを見せたかったし、なぜクラブが私を獲得するために高額な移籍金を払ってくれたのかを見せたかった。個人的には、今は良い気分だ。自分の成長が目に見えるし、より良いプレーをしてチームに貢献している。いいプレーができないとイライラしてしまうので、それは私にとって重要なことだ。チェルシーでの最初のシーズンだから、時間がかかるのは普通だし、試合ごとに学んでいるよ。移籍金は本人がもらうわけじゃなくクラブがもらうわけだから、それだけの重圧を浴びるのはかわいそうではある。額が額だからね。別にカイセドが悪いわけじゃないんだけど煽られるのは仕方ないよね。KOP にも嫌われてるからな、結果出せないととにかく煽られ続ける。遠藤は移籍金は安くてその点は気楽だが、パニックバイト皮肉られていたところを実力で自らの価値を証明してみせたところはさすが。このタイプの選手に1億1500万ポンドの価値を見出すにはタイトルを獲得すること以外ないんですよね。個人的には、どうしてもカンテと比べてしまう。カイセドもだしエンソも高額の移籍金だからプレッシャーは感じるよな。どちらもまだ20代前半で初のビッグクラブだから、世界中のファンからの期待値も大きいだろうし。まあチェルシーが不調だからしょうがない気もするけど、リバプール的には遠藤と出会えたからラッキー。遠藤に吹っ飛ばされた時の歓声すごかったな。